こんばんは。今日も動画やっていきますね。まあ今日はね、何もなくて、昨日も何もなくて、まあ基本バイトがないと何もないんですよね。で、最近は週に1回はスーパー銭湯に行ってね、温泉、まあ温泉っていうか、まあ大きなお風呂入って、でサウナ入ったりとかしたりして、時間を潰したりとか、まあ、あと今日はあれなんですよね、先日なんか大きな地震が起きてね、で俺のその部屋の靴が結構なだれってすごかったんだよね。まあだけどそこまで揺れは、まあ揺れもすごかったんだけど、まあそれ以上になんかもう靴箱が落ちてきて、でまあほこりが結構すごかったから、まあ今日は時間もあるから、まあそれとね、あと明日からちょっと寒くなるからっていうことで、ちょっと大掃除でもやろうかなっていうことでね、靴全部箱から出して、で拭いて綺麗にして、で中消臭スプレーやって、で外は防水スプレーやってっていうのもやったり、あとはクローゼットの中の洋服、冬服を一回全部出して、で外で天日干しでファブリーズやって、でまあもうね、着てもまあなんて言うんだろうね、なんか久しぶりに着るから痒くなるみたいなこともないように全部やろうと思ってやったら、もうまあ結構かかってね、2時間ぐらいかかって、で、まあ、せっかくジム行って、で帰ってシャワー浴びたのに、まあそっからもうすごい汗かいて、まあすごかったですね、すごい疲れましたね。こんなまあ久しぶりにね、常日頃、まあ、掃除っていう掃除、大きな掃除はやってないけど、まあある程度綺麗だからいいかなと思ってたんだけど、まあいざやるってなったら結構時間もかかったりとかね、疲れますね。で、まあそれと同時にね、新しい靴も最近買って、最近登山靴みたいなやつが欲しいなと思ってて、まあノースフェイスとか、サロモンとか、なんかいろんな靴メーカーっていうかね、登山メーカーの靴見てたんですけど、まあ、結局、いいやつもたくさんあったんですけど、なんかタイミングよく、アディダスと、ロサンゼルスの古着屋の、なんかオーナーみたいな、ちょっと有名な人が、ショーンさんって人がいるんですけど、その人が共同で作った、靴をね、最近買いましたね。すごいカラフルな彩りで、ちょっとなんか人気になるのかなと思ったんですけど、あんまり人気にならず、なんか変えたんで、普通に、とても僕にとっては良かったですね。なんか、こういうなんかね、ピノキオみたいな、ピノキオじゃなくて、嘘つくやつ、ピノキオか。ピノキオか、うん、のなんかキャラクターも載ってたりとか、まあ、あとディテールもね、なんかすごい、こういうカラフルな感じで、で裏もちゃんと登山のゴツゴツになってて、結構溝も深いんで、あ、いいなと思ってね、買いました。最近はこの靴が一番のお気に入りになりましたね。箱もちょっと可愛くて、なんか緑色のこういうちょっと面白い箱で、とても気に入ってますね。これはどんどん、これはもったいぶらず履いていこうかなと思ってます。雨の日とかもね、なんか結構はしきそうなんで、水はとてもいいなと思ってますね。って感じですかね。最近っていうか、まあ今日は大きな掃除をやって、で、まあ明日からちょっと寒くなるんで、冬服でも着れるような状態にしとこうかなっていうことをやってました。っていうのが今日の一日ですね。で、まずは時用からですかね。ネットフリックスをたくさん見たっていうことで、イカゲーム、まあ結構話題なんですけど、僕もちょっと気になってもう見ましたけど、なんだろうね、ホラー、まあホラーっていうか、まあ結構怖めのやつだし、なんかちょっとパラサイトっぽい、なんだ、見た後のなんかモヤモヤ感というか、その見た後にちょっとネットで内容どんなんだっけみたいな調べたくなっちゃうような感じと、また女優もちょっと可愛いみたいなね、その結構面白い要素もたくさんあったんで人気になったのかなと思ったんですけど、面白かったですね。あとは9話、10話かなって、すごい見やすかったんで、とても良かったです。で、最近は僕はハンマーバキってやつも見終わってね、バキっていう方の
シーズン3個シーズンあるやつもちょっと見始めてるんですけど、結構アニメも最近僕もハマってて面白いですねって感じですよね。まあ、あんま見すぎたら1日すぐ終わっちゃうんで、ね、ちょっと気をつけようかなと思うんですけど、まあ、なんかとりあえず面白いやつは全部早く見たいなっていう気持ちがあるんで、全部早く見ようと思って見たらすごい夜遅くなってたりとかしますね。で、カイホーリがあれですね、あのルームメイトの一個上の女の子の誕生日会があってってことで、ちょっと二日酔いになったっていう話だったんですけど、まああれですよね、その宅飲みだからっていうので帰らなくていいっていう心配事がないからがゆえにリミットが外れたんですかね。まあ、だけど確かにその帰る心配もなかったら、その結構飲んでも大丈夫だなっていう、ね、気持ちにもなるんで、結構そういうのはいいなと思いますね。なんか、まあ、なかなかその外で飲みに行ってもできないんでね、そういうのは。まあ、それと同時にね、なんかいろんなそのお酒とかご飯とか持ち寄ってその家で食べれるっていうので、まあ、シェアハウスならではのその楽しみ方ができてて、とても羨ましいなと思いますね。まあ、あとはね、二日酔いになるかっていうので、まあいろいろそのウコンとかねあったりするんですけど、まあ僕も実際そのねウコンとか飲んでた時期はありましたけど、まあ二日酔いになる時はなるんでね、まあそこら辺は気にせず何回も二日酔いになってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、時代みたいに吐いてもいいですし、その吐いていい場所ならばね、そういうことですね。あとは11月の半ばぐらいにまた京都にねちょっと行こうかなと思って、飛行機のチケットも取ろうかなと思ってるんで、紅葉のねちょっとシーズンと合わせて行こうかなと思ってて、でまあさらに平日でかつ紅葉の季節っていうので行こうかなと思ってて、でねちょっと11月が半ばがすごい二度きだっていうのがちょっとなんかウェザーニュースの情報であったんで、そのくらいに行こうかなと思ってるんですけど、まあ今んとこその枯山水とかちょっと見たいなと思ってんのと、まああとはなんか紅葉スポットがなんかいいのあればなっていうところで考えてるんですけど、なんかいいところあればねちょっと教えてくれるとなと思います。そんな感じで今日の僕の動画は終わります。ではおやすみなさい。